皆さんどうもこんにちは、ダイダラです。さて今日はここ忍ビーチに来てます。さあなんで来てるかっていうと、そう忍ビーチで今釣り大会やってるんですよね。でんと、さてこれ釣りポータルってとこなんですけど、このイベントで見れるのかな多分。でんと、さてドドーンとこれだ、ハゼ大会っていうのが現在開催中みたいです。ハゼ大会これ何なのって話したんですけど、何なんでしょうまあ、ハゼを釣る大会なんですよ、要は。俺、釣り大会ってあんまやったことないんですけど、まあ、釣ると、なんか絵ももらえますよ、みたいな感じなんで、せっかくなんで僕も参加してみたいと思います。はい。で、ハゼって何って話したんですけど、まあ、魚なんですよ。当たり前のこと言ってる。そうなんですけど。ハゼ。で、まあ、なんかここにいるんですよね。どんな魚なのって話なんですけど、まだ一匹だけしか釣ったことない、これ。昔釣ったことあるのかな、まあほぼ釣りやってないんですけど、小さな体の割に大きな口をした魚、口同様ヒレもとても大きい、流れの速い場所で流されないようにするため腹びれが吸盤のようになっている仲間もいるぞっていう感じで、まあサイズ的にはこれ小型の分類なんかな、ハゼってねえ、あ、そうですね。コモン小型海水ってことで、小型の海水魚ってことですね。小型の釣り竿を使っていきたいと思います。さて、忍者らね、こんな風になんかね、釣り竿によってね、能力が違うんですよ。俺もあんま持ってないんですけど、ね、釣り竿。今、マリーロッドってやつ。ちょっと、確か持ってないんだけどね。性能で出てみた、これ。アビリティ、小型のスタミナダウン。ね、大型のスタミナダウン。まあ、小型に向けた釣り竿、マリーちゃんのロッドで。これもミノーってやつ。これ別のいい餌もあるだろう、絶対。ねえ、性能これ見ていいのかな、沈みやすさ。中型とか。これでいいやつを探せばいいんだよ。小型のやつ。小型に向いてるやつみたいなやつを探せば、多分それで釣れるのかなと思います。まあ、今使ってるこのミノー。これ小型なんですよね。これでいいか、むっちゃけ。ねえ。これでいきましょうか。ちょっと釣ってみたいと思います。はい、じゃあハゼがどこで釣れるのかという話なんですけど、これマップ見たらわかるんですよ。このゲーム便利だね、ほんと。何がどこで釣れるかというのをマップ見たらいいっていうことで、ハゼはここら辺、この辺めっちゃ遠くだね。うわーで投げた一番奥のところで、水深6メーターとか9メーターぐらいのところで釣れてる人がいるので、で6メーター9メーターぐらいでめっちゃ遠くっていう感じでちょっと投げてやってみたいなと思います。果たしてデカデカ魚は釣れるのか、釣り方マジ忘れたんでどうしよう。うわ、なんかめっちゃ人周りにいるね。えめっちゃ人おる。じゃあちょっと釣りしましょうか。はい、めっちゃ奥投げたらいいやろ、めっちゃ奥までね。えあーいってどこれでいいのか、わからん。6メーターだったっけ、水深は。これぐらいでいいのかな。で、うわっ、さあフィッシュ。これ反対に向けて引くんだっけ、なんか。で、よし。で、これで釣っていけばいいんだよね、こうやって。ガン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 。よし。この時は離すんだよな、多分。で、めっちゃ周りに人がおる。ちょっと、まあ、今釣っとんで、俺。ハゼ、よっしゃ、釣れた！ドーン！デデンとハゼです。おー、最高記録きたー。ねえ、これで、重たいやつを狙っていくっていう感じなのかな。だから、ひたすらこれで釣りを、ねえ、こんな風に、って投げて、釣りまくっていきましょうか。じゃあ、ちょっと、6メーターぐらいで、ちょい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 したらいいのかな、これで。よし。6メーターぐらいで、ねえ、ちょん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 引きながら、ねえ、合わせていけってやつ。よしよし。まあ、釣りで、タイミング、グーって竿が しなった瞬間に、左スティックを下にグーって押すのよ。そうすることで、ねえ、よいしょ、いいサイズ感が釣れたりするのかな、やりやすくなるのかなという感じですね。よーし。さあ、またニューレコード。これ、156g なんだけど、おー、投げてハゼを釣ろう。オッケーオッケーオッケー。大会の記録、今のね、踏まえて、もう一回見てみましょうか。はい。これですね。199が最高なんだ。199。やばいだろう。これ、俺、みんな何ですってとか見たら、ドラゴンロッド N、ライトニングロッド、入門ロッド。入門ロッドでも釣れるんだね。ねえ。
ドラゴンロッド、練り餌、いやミノを使ってる人もいるよね。スプーン使ってる人もいるし、みんな190ぐらいなんだね。190釣らないとランクインできないんだ。190とか釣れんのか。おい無理だろ絶対。もうちょっとまあ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 粘ってみましょうか。ミノを使い切るぐらいにはやってみたいと思います。で、ちょ、申し訳ないんだけど、これで、一応、他のプレイヤー、確か釣りって消すことができたんだよね、確か。ねえ、これだ、忍者のフィッシング、周りのプレイヤーを表示するオフ。これね、釣りってね、マジで他のプレイヤー周りにいると見えにくいんですよ。なんで、釣りの間だけ他のプレイヤーが消えるっていう、そう、消えるっていう設定ができるようになって、これアップデートで確か増えたんですよね。なんで、これがめちゃくちゃ良いよっていうことで。ね、あーそうそう、今までね、この周りのプレイヤーが周りにいると竿のしなりが見えないっていう大問題があったんですけど、それも解決されてますね今は。おら、さあ引きましょう。さあガンガン行きましょう。さあ怒ったら竿をまた離すね。常に反対側、魚がいる方の反対側に、ね、竿を向けて、あとはひたすらリール引くだけ。ハズイゲット、ちょろいな割と。ででどんと、わあ毎回事故目出るぞ。いいね、なんかジャラももらえる。俺まだ60匹しか釣ってないんだ。60匹しかね。だからでも釣りするとジャラももらえるっていう、だからやった方がいいです皆さん。忍者ら、ジャラジャラジャラ欲しいじゃんやっぱ。俺も無限に欲しいもんじゃら、正直言って。おい、でもこれマジあれだよな、ほんとぼーっとさ、一日中ぼーっと暇つぶしにやるコンテンツだよな、釣りって。ねえ、ハゼ釣り大会。だから一日中かけて、ほんと、いいの釣れるように粘っていく。ちょっと今回さ、思ったよりさ、なんかすっげえ強かったけど、引くのが。重いよ、これ絶対、ハゼ。来たか ?182! あ、クラウンサイズ来た。出たわ、ついにクラウンサイズ釣れーっていう。これ皆さんすごいんですよ、クラウンサイズっていうのが、まあ、このゲームの要は終着点、目的なんですよ実を言うと。で、この図鑑とか今のね見てもらうと分かるんだけど、クラウンサイズを釣るとここに王冠マークがつくんですよ。で、だから最高ってことで。でも俺クラウンサイズ釣ったけどさ今の。ねえ、それでもだいぶえぐいよな。ねえ、アジも釣り名人、いっぱいアジ釣ったな昔、アジ釣り大会の時に。ハゼを全然釣ってないもんな。ねえ、でもクラウンゲットしたから、まあ俺は俺の勝ちってことでよろしいか。さて、一応釣りにもねミッションっていうのがあって、ウィークリーミッションとね常設ミッションっていうのがあります。まあこれ達成すると餌とか、研究所ポイントももらえんの？研究所ポイントもらえんの？マジ？そうなの？レア魚釣りとかもある。ねえ、なんで、ちょっとやっといた方がいいですね。皆様。はい。忍者ら、毎週、ちょっとですけど、研究ポイントもらえるので、忘れずにやっておきましょう。とりあえず、あと何匹かちょっと釣っちゃおうかなと思います。よいしょ、ゲットー。まあ、毎回ハゼ釣れるね。あ、ちっちゃ。俺もうクラウン釣ってるんで。まあ、釣り大会ね、もしなんかやろうかなって思ってる方いるんでしたら、このね、クラウンサイズが出るまでやるっていうのをね、やっとけばいいと思います。そうすればね、そこそこの報酬もらえるので。まあ、1位まで狙おうとかって思ってる方はね、マジで真剣にやらないといけないので、そこそこ大変だと思いますので、ご注意ください。さあ、また新しいの釣れました。そこそこサイズ？これ。ね、150でした。いや、180がないとね、やっぱちょっと微妙だね。今回の、でかいと思う。何が、なんでかっていうと、なんか振動強い。ちょっと振動が強い気にする、コントローラーの。気のせいかもしれん。俺の手のひらの、ね、感覚、ガバです。皆さん、さっき続いてたんですけど、今度こそちょっとでかいと思う。俺信じてほしい。なんか、俺の魂がそう言ってる。いや、うん、ちょっと大きかったな。さあ、何匹目か分かんなくなってきましたけど、また釣りました。まあまあ、ちょっと、10匹目だって今。記念すべき10です。
やっぱ俺さ、180クラウンサイズあんなあっさり釣れたらマジで運良かったろ。なんか気づいたんだけどさ、これリール巻きっぱなしでさいけるかもしれん。反対側に倒すだけでいいのか。実はずっと巻きっぱなしでやるだけでも釣れるわ。怒った時に俺あのリール巻くと話してたんだけど、普通にやってもいけるね。よし、さあ最後もう15匹目ですね。15匹目釣って終わりにしようかなと思います。ウェイ。まあ、とりあえずハゼ釣り大会ね、マップ見た感じでは一番沖合奥で水深が6メーターあたり、6メーターから9メーターぐらいだったっけ。なんでもうこれで入れてあと引くだけで、あと引いたら合わせて、しなったタイミングでスティックの下に倒すだけでっていう感じですね。まあ結構やっぱ釣り大会のね、この釣りポイント、まあやっぱすごい簡単なんで、あとはね、いかにやれるか、いかに釣れるかっていう戦いですので、ね、ほんと大きいサイズ引けるまで皆さん粘ってみてください。じゃあ僕の釣り大会ここまでにしときましょうか。ありがとうございました。さて、釣り大会一応なんですけど、ちょっと言うの忘れてたんだけどね、何もらえるのって話なんですよ。ごめん、俺もわかんない。行ってみましょうか。何もらえるのって話なんですけど、そこと確認してみましょうか。何もらえるの釣り大会って。実は俺全然参加してないからわかんねえ、釣り大会は。はい、ハゼ大会、まあとりあえず今ここなんだって。俺500位なんだって。500位、ハゼ大会紫ってやつがもらえて、あとガムッチのこの餌みたいなやつもらえたり、研究ポイントもらえて、ゴールドメダル、シルバーメダル、そしてブロンズメダルもらえるっていう。なるほどね、なかなかいいじゃん。なんでまあ大きいサイズ釣ったら、多分クラウンサイズ釣ればね、この辺りは来れると思うわ。なんでぜひとも皆様、大会やったらクラウンサイズを取るの目標に頑張ってみてください。ほぼ報酬変わんなくね、シルバーメダルの量だけか。さらに上に行くと、銅にやったりするのか。この辺が銅メダルもらえたりしたりね、銀メダル、ジャラもらえるんだって。500ジャラ、金色のやつと500ジャラもらえるんだって。これね、皆さんやりましょう。ジャラもらいましょう、ぜひとも。でも100以内あるのよ。195、もう理論値最大クラス釣らなきゃいけないので、皆さん頑張ってみてください。でこの人ね、皆さんが使ってるやつ装備とかもね、ここで見れるので、何使ってんのかなっていうので、ね、見てやってみてください。なんかね、この人みたいにね、一番ね、無課金でもらえるやつでも普通に釣ってる方もいますので、ぜひとも好きなのものを使ってみてくださいませ。はい、というわけでこれで終わりたいと思います。皆さんいかがでしたか。今回ちょっと変わった釣りっていう、毎シーズンぐらいから追加された要素で遊んでみました。実はあんま遊んでなかったんですよね、僕釣りってね。バトルばっかしてたらバトルジャンキーなんで、ちょっと今後は釣りのね、クラウン集めとかもできたらやっていきたいなと思います。皆さんもね、終わってない方ぜひとも一緒に進めていきましょう。はい、それでは終わりましょうか。皆様、チャンネル登録してない方チャンネル登録、そして高評価もよろしく。また次の動画でお会いしましょう。あとでバイバイ。